探しに行こう。光さす方に導かれて部屋にいては見えるものも見えなくなってゆくよ。晴れた日にドライバー席飛び乗って国道16号線を走る。この香りおかえりなさい。食卓を囲むような懐かしさ。触れればそう笑顔になれる魔法をかかって、悩みなんて力に変わってゆくだろう。
気持ちじゃないよ。はい、どうもお世話になります。千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局、局長&喋る管理人、夜の市長、みなぎる男、ビッグマグナムファンキー利根川でございます。9月9日日曜日、午後3時51分25秒になったところでございます。お昼の気まぐれ生放送、皆さんこんにちは。はい、というわけで、午後の、気まぐれ生放送、少しだけ雑談放送お届けしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、ね、あ、はい、じゃあちゃんとやっていきましょう。本日も千葉県柏市ニューチキチキスタジオより全国そして全世界に向けて生放送でお届けしてまいります。はい、というわけで改めましてこんにちは、ファンキー利根川でございます。あれ、ちょっと待ってね、なんか重いな、ちょっと待って、ダメだな、一回切っとこう。はい、いつもリアルタイムご視聴&リアルタイムコメント、アーカイブご視聴、いいねシェア、情報発信、情報拡散、イベント参加、献血参加、積極的な板への書き込み、積極的な一言つぶやき、本当にどうもありがとうございます。本日お誕生日の皆さん、おめでとうございます。はい、そしてこの番組は生放送で Facebook、Instagram、StandFM、 ちょっとツイキャスお休みしています。ちょっとツイキャス重いみたいなんでね。はい、そしてポッドキャスト、アンカー、
Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、スプーン、Amazon Music、WordPress 以上12プラットフォームより全国皆様にお届けしてまいります。はい。まあそんなわけで、まあちょっとね、オープニングテーマとかも、夜のファンキー利根川お気持ちチックに始めちゃったんですけど、今日は日曜日でね、お気持ちはお休みでございますね。多分休み、わかんないよ。夜中にやっかもやんないな、多分今日は遅くなりそうだからね。まあそんなわけでね、昨日とは、打って変わりまして、すごい天気が良くてね、なかなかいい日曜日になっているのかなと、そんな風に思っています。ね、残念ながら、まあ、桜祭りなんていうことで多分ね、今日ぐらいまで、イベントをね組まれてたところも結構あるのかなと思うんですけど、ね、もう今年は早かったからね、あっという間になんかね終わっちゃったのかなという、そんなところですけど、まあでもイベントなんかは結構ね、やられてるみたいですけど、まあそんな感じかな、ね、日曜日ということで、はい。まあそんな感じで、やっておりますが、今日は、千葉県議会議員選挙、投票日でございます。もう皆さん行かれましたか？まだ時間ありますからね。やーべえまだ行ってねえやとかね、どうすっかなーなんて思っていた方はもうこの放送を聞いちゃったらもう行くしかありませんね。まだ時間あるから、あと、4時間ある、8時までやるからね、4時間ございますのでね、まだ投票行かれてない方はぜひ、投票の方済ませていただければなと、そんな風に思っています。手ぶらでも大丈夫だと思います。で、なので投票所に行って、1票、入れていただければと、そんな風に思っています。で、まあ、じわじわ、ね、投票も、進んでるのかなと、そんな風に思っています。はい。まあのんきにね、まあ別に投票を煽ろうっていう感じでもないんですけど、まあでもね、最後投票に行ってほしいなっていうのもあるので、それもちょっと喋りたくてね、少し、生放送やりましたよという、そんな感じでございますけど、はい。じゃあね、出席いきましょう。なんか夜チックですけど、今画面、Facebook ライブは画面出てるんですけど、皆さんこんにちはという、雑談番組ですね。ラフにやります、よろしくお願いします。はい。じゃあ 出席いきましょう。はい。じゃあインスタ、ごめんなさい、スタンド FM ライブから、いきましょう。リアルタイムご視聴どうもありがとう。シルクワタアメ花沢徹さん、こんにちは、お疲れ様です。いやらしくお願いします。はい。シルクワタアメ花沢さん、リアコメ、ファンキーさん、メンバーみさん、こんにちはということでね、こんにちは、よろしくお願いします。はい。同じくシルクワタアメ花沢さん、投票行きましたよね。大切ですね。そうです。次回は夜の市長に投票します。ありがとうございますね。今回無投票だから、はい。そしてインスタライブの方、いただいています。どうもありがとう。お、インスタ、ともゆきさん、こんばんは。あ、こんにちは、お疲れ様です。ありがとう。そしてインスタライブ、竹彦、鈴木、77さん、ありがとうございます。こんにちは。画面に出てるような、内容の番組やっています。皆さんこんにちは。どんな内容なんだ、ただの雑談です、よろしくお願いします。はい。そしていきましょう。 Facebook ライブ、リアルタイムご視聴どうもありがとう。浅野隆さん、こんにちは、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい。そして平井和成さん、こんにちは、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい。そしてともゆさん、こちらの方にもいただいています。どうもありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。はい。ともゆさん、リアコメ、こんにちは。こんにちは、お願いします。はい。そしてリアルタイムご視聴どうもありがとう。野田明宏くん、こんにちは、お疲れ様です。よろしくお願いします、野田明宏くん。はい。
そして Facebook ライブ、タンポバニーさん、バニー剛さん、はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。こんにちは、お疲れ様です。こんにちはということでいただいています。こんにちは。はい、そして川島良一さん、フロムサンムシ、こんにちは、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、そしてリアコメ、タンポバニー剛さん、リアコメ、僕と奥さんは午前中、娘1号と2号は今から投票に出かけました。ああ、お疲れ様でした。ありがとうございます。ね、投票行きましょう。はい。ね、はい、ともゆきさん、投票夕方行きますよということ。あ、ね、夕方あれです。お買い物をついでとかでも結構ですので、ね、よかったらぜひ、見ていっていただければなと、そんな風に思っています。はい、そしてこれは川島良一さん、川島さん、こんにちは、お疲れ様です。今手が空いたので聞いています。あ、お疲れ様です。県議会議員選挙山武市選挙区は無投票です。来週日曜日は山武市市議会議員選挙の告示日と。ああね、ね、選挙続きますから ね、 ね、はい、本当にね、こう無駄に、しないようにね、こう言ってほしいなと、そんな風に思っています。はい、というわけで続々と、いただいています。ありがとうございます。はい、じゃあね、少しだけ、やりますのでやるというかね、生放送、やっていきますので、どうぞお付き合いの方、雑談でございます。皆さん今日何やってるかとか、教えていただければありがたいですね。よろしくお願いします。はーい、待ってね、ちょっとね、今ねツイキャス流したいんだけど、なんかね配信がやっぱりね、ツイキャス流すと重くなっちゃうんだよね。まあいいか、ちょっと我慢してやってみるよ。ね、ツイキャスちょっと厳しいかな、混んでる。はい、そんなわけで、なんだっけな、ファンキートレガワ、お昼の気まぐれ生放送、皆さんこんにちは。じゃあ少しだけお付き合いの方よろしくお願いします。はい、ファンキー利根川お昼の気まぐれ生放送、皆さんこんにちは。3時のあなたみてえ番組だね。ね、こんにちはの前、これ間違ってんじゃん、これ配信の画面、ごめんね、こんちはって書いてあるね、ごめんなさい、慌てて作ったらポップ間違っちゃった字が今気がついたよ、読んでてね、変な感じでごめんなさいね、皆さんこんちはなんて書いてありますけどね、別にファンキートレガワ変になまってるわけでもないですね、大丈夫です、ファンキートレガワは脳梗塞でもありません、よろしくお願いします。はい、そんなわけで、これはスタンド FM、 いやごめん、シルクワタアメ花澤さん、書いてある、さっき読んだね、ごめんね。はい、ありがとうございます。そしてこっちは Facebook ライブ、黒川とっこちゃん、こんにちは、お疲れ様、よろしくお願いします。はい、そしてツイキャスの方からコメントいただいています。ありがとうございます。ツイキャスちょっと今ね頑張ってみたんですけど、どうだろう、ツイキャスね流れていくかな。はい、ツイキャスリアルタイムご視聴どうもありがとう。はい、悪魔ガオルさん、
こんにちは、お疲れ様、こんにちはなんていただいてます。はい。そしてお、ね、最近ツイキャス頑張ってくれてますが、はい、茨城県境町、高山翔吾、お疲れ様、こんにちは、高山、こんにちは。今ラフにいます。あーね、カフェね、サム、あ、それと境町の、カフェ、ラフさんにいるね。はい、悪魔ガウルさん、あれ見られない、ごめんね、ちょっと止めちゃったんだよ、重かったからね、配信が、復活しています、よかったら。はい、いただいてます。はい、そんなわけでぼちぼちとさスタートでございますね。はい、まあそんな感じでね、まあ、選挙、当日という、中でございますけどね、まあ結構ね、さっきも行かれましたようなね、選挙行ってきたよとか、まあファンキー利根川はもうね、何日か前に、なんだ、期日前投票、済ましたりとかね、しておりましたけど、ね、どんどん行って、なんだっけな、投票率、上がるといいのかなとか、思ってますけどね、うん、いやー本当に、ね、たくさんやっぱり今日もちょっと話して、さっき、選挙事務所行って、ちょっといろいろ、まあ今夜の、あ、そう、すいません、話の途中なんですが、昨日も予告したんですけど、まあ柏選挙区の、開票速報、ちょっとお手伝いをするということで、さっき話してきて、まあちょっと板とか、まあファンキー利根川のツイッターやら、なんだ、Facebook とかにもちょっと告知したんですけど、本当ごめんなさいね、中継部隊がいないのでね、本当は東金とかさ、なんだ、茂原とか、野田とかさ、近隣地域の、選挙会場を結んで、ネットで、今度やりたいなと思ったんですよ。で、まあ今回はちょっとあれですけど、またなんかそういうね、選挙があったら、各、会場にね、こう、なんだ、舞台を、やって、各、開票所からの速報放送みたいな、ゆくゆくは、チキチキ情報局でもね、やっていこうかなとか、そんな風に思ってましたけど、本当に今日は申し訳ないんですが、まああんまりね、まあ何人かは柏の方もいらっしゃると思うんですけど、この後、9時30分スタートで、チャンネルの方は、まあ今回、なんだ、立候補、柏選挙区で、立候補してる山下陽介さんという方の、YouTube チャンネル、から、生放送していきますので、で、ファンキー利根川も多分途中から、入ると思いますんでね、喋ると思います。前半は、まあ、ね、山下さんが、ご自身のチャンネルなので、喋るんですけど、まあ、途中で、大体当確が決まると思いますので、そしたら、皆さんね、支持者の待っている会場の方に行ってしまいますのでね、まあその後は、ファンキー利根川が、ちょっとやっていこうかな、とかっていう、まあそんなね、流れで、行きたいなと思いますので、まあ今夜、まあ柏選挙区だからね、あんまり気にならないかなと、本当は野田とかもね、やれやがったんですけど、まあちょっと今回はそこまでなんかね、頭あって、また、野田市内とか選挙ある時とかはね、今度、チキチキ舞台で行ってやってもいいかななんて思ってますけど、まあちょっとね、どんな感じなのかなっていうのを今回は、行ってね、見ていこうかななんて思いますけど、なので、板の方とかに、Facebook じゃなくて、なんだ、YouTube チャンネル貼ってありますのでね、9時半過ぎぐらいから、まあだから第一報が、10時だと思うので、まあそのあたりから、開票速報、やっていこうかなと思いますので、ぜひよかったら、チェックしていただければなというふうに思っています。はい。まあそんな感じですね。だからさっきね、ちょっと事務所に行って、ね、やっぱりあれだね、まあ選挙をね、もう昨日夜で、
59分で59秒で、選挙運動終わったのでさ、今までこうねポスターをね貼ってあったんですけど、それを全部見えないように隠さなきゃいけないっていう作業があったりとかさ、いやもうすでにやってたんですけど、まあそんなね本当にこうね、戦いが終わった選挙事務所っていうのもで初めてだったんですけど、なんかね、まあそんなにね今回はお手伝いもできなかったんですけど、まあでもここにねみんな集まって、行こうなんて言ってでやったところなので、なんかこう感慨深いなという、そんな感じはありましたけどね。はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。インスタの方からね、インスタグラムライブの方、いただいています。はい、まさき、門倉さん、はい、リアルタイムご視聴どうもありがとうございます。はい、画面に出ているような雑談番組をやっています。はい、ね、午後の軽い雑談ということですごい番組やってますけどね、まあそんなところで、まあいろいろね昨日の夜も放送でも喋ってたんですけど、まあね勉強になることが多かったなという、そんなところで、ね、本当になんかこう、チキチキ情報局キラキラ情報局もね、まあそんなに直接、まあ、政治には関係ないんですけど、でもなんかこう、地域を良くしたいとか、ね、地域の情報を発信したいとか、ね、こう今までこうお付き合いのなかった方々をこうつなげてこう、ね、ご近所さんとか町の市内の方々とかとこうつながっていけるという、ね、なんかそんな、コミュニティ、ね、これからも盛り上げていきたいなと、そんな風に思っていますので、まあ、今回ねいろいろ話を聞いたりとかね、そんなこともこう参考にしながら、チキチキ情報局キラキラ情報局、やっていけるといいかなとか、そんな風に思っています。まあね政治のプロとかほぼほぼだってこの間まで別に政治がどうのこうのなんていうねことなんて全然思ってなかったんですけど、まあ最近はほらこういうことをやり始めたのでね、なんかいろいろ考えることも最近結構出てきて、で、まあ、放送とかでもまああまりねうまくは話せないんですけど、なんか少しねこう触れさせていただいてね、ね 毎回ちょっとはなんかお訴えをさせていただいてるという、そんな感じなんですが、ね、なかなかね本当にああやってうまくこう演説ね、演説じゃないよこうスピーチとかもそうなんですが、うまくできるといいなーなんてそんなところもこう勉強になったりとか、非常に、有意義だったなという、そんなところでございますので、皆さんもねまだ行かれてない方は、このあとまだ8時まで、投票できますんで、ぜひ行かれてみてくださいね、まあ、必ず、行ってくださいというそんな感じでございます。はい、あ、ごめんね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってください。はい、すいません、ちょっと今ね充電が切れそうだったので、ちょっとだけね、チェックしてきましたけど、はい、ね、まあ本当にね、やっぱりこう市議会議員選挙とか何度も言ってるんですけどね、候補の方やっぱ多いからね、選挙カーなんかも街の中ね結構走るから、いいんですけど、柏でもね、まあ、6組、出たんですけどね、やっぱり広いからね、そんなに、こうね聞こえなかったりは、したりはしますが、まあね、いい、感じで、選挙がで、投票率少しでもこうね上がってくれるといいなーなんては思いながら、やってましたけど、まあなので、まあ、今夜時間のある方は、9時半過ぎから、まあ、柏のね結果になっちゃうんですけど、よかったらちょっとチェックしていただいて、
ファンキーとの映画もちょっと出るかもしれません。まあ、ね、あれを読むぐらいだと思うんですけど。はい。誰々候補何票入りましたよとか、ね、そんな感じぐらいだと思うんですけど。まあね、タイミングがあればコメント打って、まあ一応ね、こう公平に、やらなきゃいけないなっていうのはあるので、まあね、そのあたりは、まあ、考えながら、まあちょっとは喋るかもしれませんので、まあよかったらね、時間のある方は夜聞いていただければというふうに思っています。はい。まあそんなわけで午後の雑談生放送をお届けしています。はい。日曜日の、まあ午後というか夕方。もう夕方だね。もう4時か。なんか結構早いね。あっという間になんか、時間が過ぎておりますが。ね。ってなわけで。じゃあ、今夜は多分放送がないと思いますので、なんか少しだけ、ね、せっかくだから、まあ雑談番組なんですけど、ちょろっとだけ、千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局、ただいまの時間までにいただいている、情報などを、少し、読んでいこうかなと思っています。はい。ちょっと待ってね。はい。まあね、このぐらいの時間だから大して上がってないんですけど、でもね、結構今日は上げていただいてる方もいらっしゃるのでね、ちょっと読んでおきましょう。はい。バニーさんからいただいていますね。今日早いですね。日曜日だもんね。ありがとうございます。はい。千葉県野田市チキチキ情報局。本日、ただいまの時間までにいただいた、投稿を、ちょこっとだけご紹介していこうかなと思っています。ちょっと番組はね、違うんですけど、まあいいでしょう。ね、内容一緒じゃねえかよ。タイトルだけ違って、中身は一緒じゃねえかよっていう、そんなところなんですが。はい。リアルタイムご視聴どうもありがとう。扇メリープ陽子ちゃん、こんにちは。お疲れ様です。よろしくお願いします。はい。メリープ陽子ちゃん、ありがとう。じゃあ行こう。タンポバニーさん。おうちご飯と、県議会議員選挙と、イースター情報ということでいただいています。今日は、千葉県議、議会議員選挙&イースターという。朝から牛乳を買いにスーパーベルクス七光大店さんに行ったら、コロッケが揚げたてでしたなんて。おーな、ついつい買って帰り、まずはコロッケサンドで腹ごしらえと。朝からですが、投票所は徒歩で1分なので、まず、投票へ。で、その足でイワナの、野田キリスト恵み教会さんのイースター礼拝に参加させていただきました。イースターとは、復活祭のことで、十字架にかけられて亡くなったイエス・キリストが、3日後に復活したことを、祝うお祭り。昨日、堺の、高山くんもね、こんな解説していただきましたけどね。キリスト教においては、クリスマスと並ぶ非常に重要なイベントなんですと。勉強になりました、昨日。ね、母教会っていうのかなは、南柏の教会なんですが、野田に越してきてからは、なかなか礼拝に通えませんと。ああ、そういうのあるんですね。でも、イースターだけは何があっても、祝いたいので、毎年家の近所の恵み教会さんへお邪魔して、礼拝に参加させていただいてますと。ですか。そして、イースターといえば、カラフルなイースターエッグ。中はゆで卵です。あ、そうなんですか。子供の頃は日曜学校でこのイースターエッグをもらって帰るのが何より嬉しかったですと。あ、母教会って言うんだね。母教会。はい。そうなんだ。卵ね。
昔は一つずつ、食紅などで手書きしていましたが、今は専用のラッピング剤でくるむので、楽に、なったわと、牧師先生の奥様がおっしゃってました。あーそうなんですか、昔は行くね、あれ書いてたんだ、なるほど、今はそんな時代なんだなと、ちょっと複雑な心境でしたということでね。はい、ありがとうございます。ね、なかなか、ちょっとね、そういう、ね、キリスト教とかの、ね、こう行事は、あんまりよく分かってないのでね。ああ、卵ね、ゆで卵。まあなんか、ちらっとね、イースターエッグとか、なんか聞いた、ね、ことはあるんですけどね、こういうもんだっていうのは、初めて、知ったと、そんなところでございますけどね。やっぱり時代なんですね。なんかもう何でもこう、簡略化になってるというかね、ラッピングが出てるらしい。どうですか。カラフルなイースターエッグ一つずつ配られますって書いてある。あーね、まあ、結構なんかね、いろいろあるんだね、こういう専用のラッピングが、ね、あ、ハッピーイースターなんて書いてありますね。はい、バニーさんどうもありがとうございました。ね、なんかこうわからないことをこうね、解説してもらえると、なんかいいですね、うん、こうなんか一つこう勉強になったなという、そんなところでございますけど、はい、そして、これは朝あコロッケサンド、牛乳買いったら揚げたてが並んでたのでついついということでね。はい、すごいっすね。あれバニーさん、これベルクスの50円のコロッケもしかしてね。揚げたて、そうですか、美味しそうですね。はい、そして投票所1分、ね、近くていいです ね。はい、そして野田キリスト恵み教会さん、ね、岩名にある、教会でございます。はい、なんかちょっとこう昨日は、ね、昨日の放送もそうなんですけどね、バニーさんからの、キリスト教の、行事についてお祝いね、ちょっと教えていただいたなという、はい、そんなところでました。バニーさんどうもありがとうございましたはい、そんなバニーさんからコメント、そうそうな、50円のコロッケです。ああそうですか、揚げたてね、朝早い時間、多分一番最初に揚げたやつかなね、コロッケでございますね。よかったよ。はい、美味しそうです、ありがとうございました。はい、というわけでお届けしています、お昼の気まぐれ、もう夕方になっちゃったけどね、お昼の気まぐれ生放送、皆さんこんにちはということでお届けしています。まあ今夜は生放送ないと思いますので、ね、最近ないないって言っててやるからさ、ね、それこそあれだよね、紳士服屋さんみたいにね、完全閉店、なんだっけ、閉店セール、店じまい、いつもやってる、そんな感じになっちゃう、ね、はい、じゃあ続いていこう。野田明宏くん、カフェアゼリアにいます。これ清水公園だね、確かね、野田清水公園。はい、市内飲食情報、カフェアゼリア北海道プレミアムバニラソフトクリーム買いましたと、ね、そうですか、あ、美味しそうじゃないですかね。行ったことないんだよな、はい、黒川とっこちゃん、木曜日に来ましたよな、今日はお天気で良いですねって書いてある、はい、野田くん、良いです、ミニストップがなかったためここで食べました、美味しいです、ですか、はい、なんかさ、今もってさ、わかんないんだけど、清水公園ってさ、ここの俺あんまりよく分かってないんですけど、本当になんかこうね、昨日かなんかも話したけど、意外となんかこう地元の施設とかには行かないよねっていう、なんか見落としがちだよねっていう、なんかそんなんですけど、
ここはどうやってあれなの、駐車場とかって全部清水公園に行くときはやっぱあれなの、よく走ってくとさあるじゃん、1日500円とかさ、1日何百円なんていう駐車場があるんじゃないですか。やっぱり全部そこに止めないと入っていけないの、普通になんかないの、無料駐車場的なところはないんですかね。ちょっとよくわからないですけどね。なかなかなんかね、通るんだけどこう入ってかないっていうかさ、なんかね、ちょっとよくわかんない、どこに止めて入ってったらアゼリアに近いのかなとかっていうのはよくわからずにね、ね、ロードサイドとかだったらさ、スルッてこう入れるじゃないですかね。なんだけどよく分かってないからさ、行った試しがないんだよね。何度も何度も放送ではね、誰かしらこう行って、ね、投稿上がってるから喋ってはいるんですけどね、存在は分かっているのですが、なかなかこう行く機会がないというそんなところはあるんですけどね。誰かよかったら教えてください、ね、はい。美味しそうです、ね、ありがとうございます、野田キーロックン。はい、はい、どうもありがとうございました、野田くんから、はい、バニーさんコメント、母教会とは、自分の属している教会のことで、お寺さんと、檀家の、関係みたいなとこ。ああ、そういうこと、ああなんとなくね、そうなんですか。そっか、バーニーさんは南柏なんだ。うん。ね。だから、まあ、近くの、ところで、こう、行かれてるという、そんなところなんですけどね。はい。ありがとうございます。はい。というわけで、お届けしています。ファンキー利根川。お気持ちじゃなくて、ごめん。あ、お気持ちじゃない。はい、なんか癖になってっからね。はい。お昼の気まぐれ生放送、皆さんこんにちは、お届けしています、まあ、3時のあなたと同じような番組です、ね、よろしくお願いします。はい、まあね、午前中だから、あ、午前中というかまだね、早い時間だから、投稿の方も上がってないですけど、平井さんから、はい、柏の葉の空ということでね、いただいています。朝ちょっとなんか昨日の夜から寒かったね、朝ちょっとひんやりしてましたけどね。だからね、なんか暑い布団はなんかちょっと手放せないなみたいな、そんな感じはあるんですけどね。はい、どうもありがとう。朝11度ということでね。はい、お、三顔の空、朝5時半で外気7度だよね。今朝は少し寒い朝です。我が家のさくらんぼを少しずつ実が大きくなってきましたというね。家の庭でさくらんぼ狩りができるらしいっすよ、ね、平井さんちは。そんな情報でございました。ありがとうございました。はい、それではチキチキ情報局番一言つぶやき、言っときましょう。はい、これは、渡辺博ちゃん、ありがとうございます。ひろしちゃん、昨日夜勤だったんじゃないね、夜勤、お疲れ様です、起きましたよ、朝の9時に帰れます、今日もよろしくお願いしますと、いいね、ありがとうございます。はい、中島正人さん、今日も仕事です、明日月曜日お休みよと。平井和成さん、今日明日と頑張れば火曜水曜お休みってさ、もう一頑張りしようということで、はい、お疲れ様。はい、黒川とっこちゃん、おはようございます、今日は予定がないので何しようかな、朝一、投票行ってきますね。はい、はい、野田明弘くん、おはようございます、今日もよろしくいただいています。太田信俊さんもどうもありがとうございます。昨日のあけぼの山農業公園、どん天、などで、雨降らず、最後のチューリップに会えてきました、いただいています。はい、ともゆきさんどうもありがとう。風強いですね。ね、柏の方は別になんか朝吹いてなかったんだけど、なんか境町のね、友達もなんかほら、なんだ、
マルシェがなんかやる予定だったんだけど、強風のため中止なんて書いてたからね、そんなに風強いんだなんてちょっと思ってましたけどね。そうですか、ありがとうございます。はい、中村俊明さんどうもありがとう。タンポバニーさんどうもありがとうございます。はい、染谷健さん from 岡山、田舎倉敷では家族写真を出張で撮ってもらうのが流行っているようです。写真好きのセミプロが営業しているようですということで。ああ、そうなんだね、家族写真。はい、動きのある写真を撮るためお子さんが走っていましたって書いてありますね。岡山の方から情報をいただきました、ありがとうございます。はい、そして高野幸子ちゃんかな、皆さん健やかな一日をという、これから息子は少年野球の試合頑張ってやな、私も仕事頑張ってるからな、試合間に合うかな、選挙の投票も行かなくちゃということでね。はい、そんな感じで一言つぶやきいただきました。皆さんどうもありがとうございます。まだまだ時間ございますのでね、ふるってつぶやいておいていただければなと、そんな風に思っています。はい、というわけで本日もお届けしています、ファンキー利根川昼の気まぐれ生放送、皆さんこんにちはということでお届けしています。 Facebook、 そして Instagram、 スタンド FM、 ツイキャス、生放送を行っています。よろしくお願いいたします。そして放送終了後は、各種ポッドキャストや YouTube、などにも動画をアップしています。よろしくお願いします。はい、これはスタンド FM から花澤徹さん、ファンキーさんお気持ち昼の部で良いと思いますので、ああなんて、今夜の放送を期待してるわけではないのでなね、今夜はどうかな、結構遅くなるからね、多分ね、頭角出るのは11時過ぎとかになるんじゃないですかね。なんか一応まあパーティーじゃないですけどね、そこにはちょっと放送終わって顔を出して帰ってきようかなと思う。まあ結構な時間になるかなと思いますけどね。はい、じゃあ行きましょう。これはキラキラ情報局、ね、はい、その前にこれは Facebook ライブからコメントいただいてます。ともゆきさん、清水公園1日300円の駐車場に停めていますので無料はないと思いますね。あ、そうなんだ、1日300円ですか、ありがとうございます。はい、じゃあこれはキラキラ情報局、ちょっとだけ読んでいきましょう、ありがとうございます。あ、なんかダブっちゃってんなこれ、キラキラはなんか上がってないねまだね、これ読んだ、あ、これ上がってるよね、ブギーさん、ブギーさんからいただいてました、ありがとうございます。はい、ちょっとね重いので、ツイキャスご覧の皆さんごめんなさいね、ちょっとなんか重たくなっちゃってるので、ツイキャスの方はこの辺りで、終了となります。続きは、Facebook ライブもしくはインスタライブもしくはスタンド FM ライブでご視聴よろしくお願いいたします。はい、ツイキャスいつもどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、失礼します。ツイキャスは、この辺りで、終了。はい、どうもありがとうございました。またお願いします。はい、じゃあ続いていきましょう、はい、これは東金キラキラ情報局、オーギブギー純平さんからいただきました、ありがとうございます。市内グルメ情報、今日は、昨日メロンラボの跡地にオープンした、ベーカリーズラボ、に行き、ホールチョコパイ1600円、すごいね、ホールチョコパイなんだね、食パンの黄金っていうんだ、食パンの黄金660円を購入しました。
先着100人に、間に合ったのでクロワッサンを無料でいただきましたということですね。ここの系列は必ずオープニングはあの配るよね。ね、パンを配るというそんなところでございますけどね。はい。コメントをいただいてます。はい。コメント。はい、内田由紀子ちゃんからコメントです。店員は同じでしたかな、気になっているみたいですね。はい、ブギさんありがとうございます。すいません、東金のメロンラボは行ったことはなかったので、わかりませんが、同じ系列のお店だと思うので、店員さんも同じかもしれませんね、ということでね。由紀子ちゃん、腕にいっぱい絵が描いている、描いてある目がグリッとした男性です。品物、手渡しの際にプルプル震えてた、いたら書いてあります。すごいね。そうですか、同じ人です。私が、ブギーさん、私行った時は女性の店員さんでしたなんて書いてありますね。はい。これは、内山英子ちゃん。パン屋さんがたくさんありますなんて、お味などいかがでしたかとかね、いただいています。はい。というわけで、ね、すごいね。パン屋さんの店員さん、何商品渡すときに手が震えてるっていう、ちょっと怖いよね、みたいな。なんかそんな感じがありますけど、どうなんでしょうね。そうですか。はい。皆さんよかったら、ね、東金のお店です。パン屋さんできましたので、足を運んでみてください。よろしくお願いします。はい。はい。どうもありがとうございました。はい。これは、Facebook ライブ。武藤智孝くん、こんにちは。お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、武藤ちゃん。今日はあれです。皆さん、こんにちはっていうわけでね、画面の方は、皆さん、こんにちはなんて書いてありますけどね、皆さん、こんにちはという、雑談番組をやっています。まあ、なんとなくね、どこぞの放送に内容が似ておりますが、一応、皆さん、こんにちはということで。ね、気分変わるからさ、番組タイトル変えるとよ。ね、気分が変わるという、そんな感じでございます。はい、武藤ちゃん、リアクメ、こんにちは、お疲れ様ですといただいています。はい、ありがとうございます。そして、あとはないかな、まだね、はい、花澤さん、何？すいません、生地が足りないので今あげます。あげましたなって書いてある。あ、上がってんの？あ、ほんとだ。ねえ、すごいです。まあ、ちょっとね、時間が早いので、まだ生地が溜まってない。だいたいね、いつも行動終わって、夕方ぐらいに上がることがね、日曜日とか多いみたいなので、さすがにね、この時間だとまだまだ、いろいろイベントとか行かれたりとか、ね、そんな方が多いのかなと思うんですが。はい。花田徹さん、ありがとうございます。はい、隣接地域情報ということでいただいております。はい、三部の森桜祭り山田商会千葉さんの出店ということで、これは三部市かな、ね、三部の森で行われている桜祭りに本日山田商会千葉さんが出店されていますので、孔子さん、ご夫妻も出店中ですよということで、ね、今、絶賛やってんのかな？まあ、もう終盤ですね。4時過ぎたら。で、終盤かなと思うのですが、山田さんが、今日は出店ということで。で、昨日はなんか天候不良かなんかで多分キャンセルしてたんじゃないかな。確か。ね、そんな感じだったと思うんですが。で、この、ね、日曜日は山田さんも出店ということでね。まあ今年もね、桜祭りと名が付くものはだいたい今日までかなという。ね、結構長かったね。桜は咲き出してから半ばぐらいに咲いたからね。そっから、まあね、寒い時期もあったしね、結構思ったんじゃない？満開から
ね、先週末ぐらいは結構持っててね、あいにくね、週末ちょっと雨でやられちゃったりとかさ、なんかそんなこともありましたけどね、まあ無事に今年の桜祭りも、まあほぼほぼね、まああれだよね、まだなんだ、あっちの中国地方とかさ、ね、若干遅かったところはまだ咲いてるかな、ね、あと北の方はまあこれからっていうところもあるのかなと思いますけど、まあ関東地方での、桜祭り的なものは、うん、まあ今日ぐらいまでかな、ね、そんな感じになっておりますけど、ね、なんかあっという間に、こう終わってしまうよ、ね、終わっちゃったようなっていうところなんですが、ね、もう桜祭りが終わればゴールデンウィーク、ね、まあそんな流れになっていくのかなと、そんな感じで思っています。はい、これは山田さん、シルクワタアメ渡辺さんです。ごめんなさい、花田さんからいただきました。そうですね、山田翔海さんは昨日は出店していませんでした、ね、いただいています。はい、ありがとうございます。まあいろいろねイベントあって、でほら昨日とかもなんか先週とかもそうだよね、なんか夕方雨降ってきたりとかさ、昨日も東金あたりじゃね夕方、まあこっちも降ったんですけど、ねイベント最中に雨降っちゃったりとかさね、結構、残念な、でね出し物できなかったりとかなんていうのもありましたけど、まあ外のものはね、しょうがないのかなというそんな感じでございますけどね。はい、シルクバターメ花澤さん、これはスタンド FM、来週からゴールデンウィークまで、山田翔海さん、渡辺商店さん、小石さんが各地、出店予定です。分かり次第アップしますねということで、メンバーの方々もこう出店があるよということで、はい、武藤ちゃん、フェイスブックライブこれから出かけるのでお先に失礼します。はい、武藤ちゃんどうもね、気をつけて。あれ武藤ちゃん飲み行くの、ね、今夜はまた飲んでます、ね、今日は多分ほぼほぼ放送はないと思いますけど、ね、武藤ちゃん飲みすぎないように気をつけてください、ね、ありがとうございます。はい、まあ、そんなわけでね、日曜日でございます。まだね、午後ですから、まあ夕方入ってきましたけどね、まあそんな時間帯に、少しだけ雑談させていただいています。ファンキー利根川危ない、言っちゃいそうだよ、お昼の気まぐれ生放送、皆さんこんにちはということで、お届けしています。はい、花澤徹さん、シルクワタアメスタンド FM から、武藤さん、お帰りの、夜道は足元に気をつけてねということでね、いただいています。はい、どうもありがとうございます、ね、たくさんいつもね本当に皆さん熱心にこう耳を傾けていただけるというね、そんな放送になってきておりますけど、ね明日はちょっと難しいかもしれないんですけど、一応来週中にはちょっと昨日一昨日ぐらい騒いでたんですけど、ツイッターライブの、同時放送ちょっとこれもまあ、試みようかなとかね、ちょっと今いろいろ揃えてますのでね、もしかしたらまあ古い、iPhone 的なものが手に入るかもしれないので、まあそれをうまく使えれば、ツイキャス、ツイッターライブか、の放送、ね、やっぱりねこう映像が入っちゃうと、配信容量が多くなるんで、回線圧迫されるんだよね。だからこうやって何なんだっけな、スタンド FM とかさ、まあ、Facebook ライブはあるかな、こうスマホぐらいからの配信だったら、結構ね、細い回線でも対応できるみたいなので、まあ、そんなやつを、音声配信を、中心に、Twitter とか、ね、Twitter ライブとかの、意外となんかね、アクセス数が上がってたので、あ、これはやるべきだなと。なんかそんな風に思いましたので、またちょっとね、準備して、さっきね、なんだ、
その音声ミキサーと iPhone をつなぐアダプターを追加購入、さっきちょっとしたので、まあそれが届いて、まあ iPhone 古いやつなんですが、まあ使えるかなっていうところなんですけど、まあちょっと前のやつなんですけど、まあでも多分ネットつながれば、 Wi-Fi でネットつながれれば、まあそれだけなんで多分使えるんじゃないかなと思いますので ねアップデートとか切れてても、ね、特段問題ないのかなと思いますので、またちょっと揃ったら、やっていこうかなと。やっぱりね、こうやってパソコンからの配信になっちゃうと、やっぱり回線どうしてもなんか圧迫するみたいで、今もねツイキャス止めたんですけどね、よっぽどなんか夜の遅い時間とか空いてる時間じゃないと、配信かったるくなっちゃったりするかなという、そんな感じなのでね、ツイッターライブでも、配信していけると面白いなと思っていますので、皆さん期待していてください。よろしくお願いします。はい、はい、リアルタイムご視聴どうもありがとう。渡辺博ちゃん、こんにちは、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、ひろしちゃん夜勤明けかな、ね、どうもいつもありがとうございます。はい、というわけでね、日曜日の、午後のひととき、皆さんゆっくりしているときに、どうもすいません、ありがとうございます。皆さんは今夜何食べるのですかね、皆さん何食べるの、ね、ファンキートレーガーはまだ考えてないんですけど、まあね、この後、またね、9時過ぎから、ちょっとまた出るのでね、なんか今日はドタバタしちゃってますけど、ね、何食おうかなとか今考えています。なんか昼も、なんか大したもん食わない。あ、昼はね、近所のスーパーヤオコーの、なんだろうな、ピリ辛トマトラーメンみたいな、トマトラーメンだ、あれだね。日清のカップヌードルでいう、チリトマトみたいな、結構ねそれがね、なんつうのかな、こう酸味があって意外とねさっぱりしてて美味しいんですよ。で100円しないんだよ、ね、結構良心的な価格で、んー、なんかいいなーなんて思って最近ね美味しいからよく食べてるんですけど、皆さんもよかったらヤオコーのなんかプライベートブランドですね、ヤオコーブランドの、まあチリトマトヌードルみたいなやつなんですけど、すごく美味しいので、ね、よかったら食べてみてください、ね、昼はそんなの食べました。はい、これはシルクワタアメ花田さん、ん、今夜はピーマンのひき肉詰めの予定ですなんて、たくさん作っても子供たちに食べられてしまいますと、ね、いいですね、俺も大好きですよピーマンのひき肉詰めみたいな、ね、ピーマンもともと好きだからさ、ね、ピーマンだって意外と延々と食えるからね、うん、そうですか、うん、はい、花田さん、ヤオコーのチリトマトヌードルチェックします。そう、ヤオコーブランドのやつです。で83円とかね、多分そのぐらいだと思いますよ、ね、非常にさっぱりしてて、ファンキー利根川好みの味です、ね、まあいろいろね今美味しいカップラーメンも出てるんですが、コスパを追求、コスパと美味しさを追求してるファンキー利根川ね、なんか結構いいなって思ったので、うん、よかったらヤオコーチリトマトヌードル、なタイトル違うんだよね、トマトピリ辛トマトラーメンとか、ね、わかんない、トマトヌードルか、なんかそんな感じのタイトルだったと思いますけどね、うん、ね、よかったら、うん、ぜひね、チェックしていただけるとありがたいです。はい、まあそんなわけで、ね、さすがに昼間だからまだまだね投稿の方は上がってないのでね、まあなんとなく、まあ雑談と、まあ少しだけ投稿の紹介でね、終わっちゃうかなというそんな感じなんですが、あ、さっきもね何度も言っておりますが、この後まだ8時まで、投票時間ございますのでね、千葉県議会議員選挙、皆さん投票率上げてくださいよ、ね、ただよ、政治がダメだとかね言ってる方は特にやっぱ選挙に行かないとダメだよなっていうところなのでね、皆さん、この後、
放送聞き終わりましたら、まあ、夕方のね、食事の買い物なんかも、行きがてら、行かれるといいかなと思います。はい。花澤さん、スタンド FM、ヤオコ、印西牧之原店が、ファンキーさんご存知のビッグホップの向かい側にあるので、後ほど行ってきますよということで、ね、行ってみてみてください。カップラーメンコーナーのところにあると思います、結構なんかね、うちの近くのヤオコーはあの大きな棚で、いっぱいありました。なんかざっくり転がって入ってる、ところなんですけど、ね、トマトヌードルかな、ね、美味しいです。はい、そんじゃあまあね、ちょっとまたこの後、まあ、食事したりとかしてね、ちょっと準備して、9時前ぐらいから、ちょっとごそごそっと動き出して、選挙、速報特番、担当いたしますので、千葉県野田市チキチキ情報局、あと千葉県東金市キラキラ情報局の、ところにも、リンク貼ってありますのでね、まあ、千葉県柏市の、速報になってしまいますが、まあ、気になる方とか、ね、ファンキー利根川、他局でどんな喋ってるのかなというのを聞きたい方は、ぜひ、ご視聴いただければ YouTube ライブで、発信する予定になっていますので、ね、皆さんよかったら、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思っています。はい、というわけで、午後のひとときお付き合いいただきまして本当にどうもありがとうございました。お昼の気まぐれ生放送、皆さんこんにちはということでね、まあ、これはあの不定期番組でございますので、まあ、時間がある時とかね、まあ、土日中心にやっていきたいなというふうに思っていますので、また皆さん気がついたら、ぜひ遊びに来ていただければなと、そんなふうに思っています。はい、これはスタンド FM 花澤徹さん、日曜日も選挙速報のご公務いろいろお疲れ様です。あ、ごめんね。はい、よろしくお願いしますね。まあ、柏市の情報ですけどごめんなさい。選挙速報も、拝聴いたしますね。ありがとうございます。はい、じゃあまた、ね、時間のある方は夜選挙速報で、お会いいたしましょう。で、まあ、その他の方は明日の、また夜8時から、通常通りの生放送をお届けしていきます。ファンキー利根川お気持ち、はい、そちらの方でぜひねお会いできたら嬉しいです。はい、花田さんコメントどうもありがとう。パトロールもありますね。ありがとうございました。いやね、皆さんもう何度も言っておりますが、投票行かれてない方、この後8時まで投票できますから、ね、あと3時間ありますからね、余裕です。皆さん行かれてください。よろしくお願いします。はい、Facebook ライブ渡辺博士ちゃんよろしく、などうもありがとう。夜勤明けお疲れ様でございました。はい、そしてその他の皆さんも本当にどうもありがとうございました。じゃあまた、明日の夜8時に、ファンキーとねやはお気持ちでお会いいたしましょう。はい、今日も本当にどうもありがとうございました。突発でしたがね、たくさんお運びいただきまして本当にどうもありがとうございました。明日もよろしくお願いいたします。時間のある方は今夜遊びに来てください。それではまた、お会いいたしましょう。ファンキー利根川でした。どうもありがとう。失礼します。はい、花田さんもどうもね、ありがとう。ここまでのお相手は、千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市キラキラ情報局、局長&喋る管理人、昼間なのでスッキリいきます。夜の市長、みなぎる男、ビッグマグナムファンキー、利根川でございました。はい、じゃあ最後は、何しよっかな。はい、じゃあ一郎の、久しぶりに聞いてみようかな。
で、最近あんま聞いてなかったら。で、はい。じゃあ、埼玉メンバーの藤井一郎くんの、This is 餃子。ね、餃子食いたくなるよ。ね、今夜餃子かなみたいな。はい。聞きながらお別れでございます。じゃあね、日曜日の、まあね、夕方でございますが、皆さん楽しい、残りのね、日曜日お過ごしください。本当にいつもどうもありがとうございます。感謝しております。Thank you so much! また明日！失礼しまーす。